これをこうして、今回紹介する商品はこちらです。 USA ビーフリブフィンガー真空パック3251円で購入しました。今回購入したのが 1.2 キロぐらいのサイズですね。売り場にあったものの中で言うと結構小さめサイズを選んできたんですけど、それでもね1キロ超えは確実に入っているということで、3000円から4000円ぐらいの価格で並んでおります。これ買ったのね、先週の真ん中あたりだったんですけど、ちょっとバタバタでこの週末も時間なくてね、やっと週明け時間できましたんで、こちらを処理していきます。最近ねもう冬に向けて寒くなってきてますけど、外でバーベキューとかするときにおすすめの食材になりますんでね、ぜひ処理の仕方とかね参考ください。それではね開封していきますが、これパッケージの中ちょっと見てもらったら分かるんですけども、ドリップがね結構ついてますので、なるべくシンクのところとかでやった方がいいと思います。ちょっとこの部屋ね水回りがないんで、大量にキッチンペーパー使って、ちょっと対応していきますけど、できれば普通にキッチン周りでやってください。パッケージ開けるとこんな感じになってます。まだねドリップ拭き取ってないんで、ちょっと表面はビチャビチャになってますけど、棒状に切り出されただけの状態でね入ってまして、こういった部分膜というか筋がこういったところ、こういうのを下処理で取っておかないと、まあそのまま切って食べてもいいとは思うんですけど、やっぱね筋の部分は硬いんで、綺麗にトリミングして、食べた方が焼きで、特に食べる時っていうのは口当たりが良くなりますし、まあ、煮込みにね、そのまんまトリミングして出た端材を回せますんで、ちょっと手間かけて2パターンの使い方でっていう風にするのがいいのかなと思います。ドリップ拭き取りました。ちょっとした手間ですけどね、やっぱ臭みとかの原因になると思いますので、ここはしっかりね、ペーパーもったいないと思いますけどしっかり拭き取っていきましょう。どの肉もそうなんですけど、この分厚い部分から細くなるみたいな形になってまして、ここら辺で適当に包丁を入れて、はい、あ、はい、こんな感じでトリミングしまして、あと裏面は、まあ、筋走ってますけど、切り込みをね、こういう風に格子状に入れたら食べやすくなるので、まあいいかなと思います。でこの辺でカットして、この部分にね筋が入ってるんで、これもお好みでいいと思うんですけど、開いてあげて、
こんな感じで切り込み入れてあげるとお店で食べるような感じになるんですかね。こう開いたりっていうのはもう好みでいいと思います。あとはね、もうひたすら繰り返すっていう感じになるので、ハラミの塊についてる膜よりかはね、しっかりこう肉とひっついてるんで、ナイフは絶対使わないとうまくできないと思います。ということでトリミング一応終わりました。長さ変えずにこのまま食べるやつで、一応5本分ですね。こちらが焼き用なんですけど、食べやすいサイズに切ってます。子供たちが食べるときはこれの半分ぐらいにまた切ることになりそうなんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで切ってみてます。で、あとこちらが膜とか筋とか脂肪の部分ですね、取り除いたものになります。ちょっと肉の部分分厚く残してますけど、煮込みで、ね、使うんで、まあ、そこまで神経質にならず、取れる分は仕方ないやっていう感じでね、ざっくりトリミングしております。ちょっとまとめて1パックにしようと思ったけど、美味しそうな筋なんで、ね、鈍るか。10月に筋肉を買ってる関係でね、このリブフィンガーの牛筋の出番がいつになるか分かんないんで、とりあえずプレスンシールと、あとはフリーザーバッグって形で対応します。筋の部分だけの取れ高は 292g ということで、だいたい筋が300、肉の部分で1キロないぐらいっていう感じになりました。はい、トリミングした部分はこのまま冷凍保存でございます。あと今から食べる分、せっかくなんでこれもいっとこうかな。では、212
307。焼きメインで使う分はこんな感じで終わりで、残りはね家族のメンバーの晩飯用にしておきますと。という感じで、リブフィンガーのね下処理の様子だったんですけど、今回ね撮影しながらだったんで結構時間かかっちゃったんですけど、もう撮影なしでっていう感じで淡々と作業するんだったら20分から30分あれば、まあ、ここまでは持っていけると思いますので、まあ、そこまでやることも難しくないですし、ただキッチンペーパーはね最初のドリップを拭き取るので結構使うので、そこはねケチらず準備しておいた方がいいかなと思います。ということで食べましょうかね、これを。ということでいい感じで焼けましたので食べたいなと思います。うまそう。いくつかタレ用意したんですけど、これはい、これをこうしてう。次はニンニク醤油。うん、うまっ、うまっ。次はオーソドックスに焼肉のタレ。はい、美味しい。うん、うますぎる。炭起こしするのはやっぱ手間なんですけど、余分な油がね落ちて、しかも表面がカリカリっとするんでベストはバーベキューですね。うん、つぼ漬けとかやった方が良かったんですけど、とりあえず塩コショウでね焼きます。
結局1本で焼いてもね、ハサミで切らないと食べにくいんで、最初から切ってた方がいいと思います。よいしょ。うん、お肉系の商品もグラムあたりの価格っていうのが結構上がってるんですよね。昔は 100g あたり200円しなかったぐらいで確か売ってたと思うんですけど、今ね258円ですからね。クーポンとかでちょっと安くなっても238円とか10円20円ぐらいなんですよね。まあでもこのリブフィンガーはバーベキューとか焼肉とかするときにはすごく向いてて、かつグラムあたりの価格も安いんでね、下処理の手間はありますけど、それを上回る美味しさが後で待ってるんで、包丁入れてたことで噛み切りやすくはなってるんですけど、結構ザクザクっとした噛み応えがあるので、大きさ的にはね3センチ角ぐらいで切って多くと一番食べやすいかなと思います。これ以上大きいと肉入れた後にご飯が口に入らないみたいな、そんな感じになるんでね、切るサイズはねお好みで大きく切ることもできるんですけど、あんまり欲張らない方が食べやすいです。ということで今回はコストコのリブフィンガーの紹介でした。下処理と、まあ、バーベキューみたいな感じでね、炭火で焼いて、食べるって感じだったんですけど、やっぱり焼きで一番美味しい食べ方はこれかなと思いますので、なかなか環境を揃えるのは難しいかもしれないですけど、休日のねバーベキューの焼きネタなんかにはめちゃくちゃ調子いい食材なんで、ぜひね買ってみてください。ちょっとね手間はかかるんですけど、切り込みとかも入れてあげると食べるときすごく食べやすかったりしますし、あと煮込みにもね、筋の部分は回せますんで、今回はね 300g 近くちょっと確保できましたんで、定番の使い方だともうカレーですかね、多分すごく美味しいカレーができると思いますし、焼きと煮込みで使える食材かなというところで、すごくおすすめでございます。焚き火とか DIY とかね、なんか外でなんかするとき用にちょっとオーバーオール買ってみたんですけど、 Amazon でね7000円ぐらいのやつが2000円でねあったんで、試しに買ってみたんですけど、サイズ感とかもちょっと下見えないですけどちょうどよくてね、いろいろポケットとか収納スペースとか充実してる割になんかデザイン的にシンプルめだったんで、これもう普段着にしようかなってことでね、ネイビーもね安くなってたんで注文しております。ワークマンとかで探してたんですけど、もうこれでいいやっていう風になってます。しかもね何年素材になってるんで、火を使う時にもね、いけるってやつです。そんな感じでね、今回の動画は以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものおすすめ商品いろいろ紹介してますので、まだチャンネル登録してないよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録してってください。この動画400グッド目標に更新してますので、このね画面の下にあるボタン、グッドでもバットでもどちらでも構いませんので、どちらか押して評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。